はい、どうもこんにちは。どうもありがとうございます。どうも、はい、どうもこんにちは。ひついと小池で、ひついと小池と言います。お願いします。ありがとうございます。なんか最近なんか知って得したなってことなんかあります？バスの降りるボタンを押すこと。あー、最近したの。あー、そう。じゃあ次乗った時それで降りれたらいいね。降りれなかったです。あ、降りれなかったの。あ、こちら小池さんです。よろしくお願いいたします。はい、頑張っていきましょう。はい、どうした？明るくなりたい。明るくなりたい。あら、どうしちゃったのよ、急に。モッツァレラチーズゲームに勝ちたい。モッツァレラチーズゲームに勝ちたい。あの、お互いに徐々にテンション上げながらモッツァレラチーズっていうゲーム。あ、そう。あれに勝ちたい人いるんだね。どうして勝って何があるんだ。メイコに褒められた。あー、じゃあ勝たなきゃな。メイコちゃんに褒められたらダメだったら。けど小池さん、だって激弱そうだもんね。今俺が対戦してやるよって言いたいけど、圧勝できそうだもん。だから一回戦なんかそのテンションの扉をぶち開ける感じでさ、なんか一回笑っといたら、笑うといいって言うじゃん。解放するために一回やっといたらいいじゃん。やってみます。笑ってごらん。はい。あ、怖かった。なんか思ってた感じとは違ったけど、でもまあいいんじゃない。なんか上がった、なんかテンション、なんかちょっと明るくなりましたね。よかったよかった、はい、じゃあ一回やってみっか、はい、とりあえずモッツァレラチーズゲーム、はい、じゃあ俺からでいい、はい、じゃあ俺より上げてこいよ、はい、モッツァレラチーズ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 、ちょっとよろしいです。勝ってない、勝った後やって損した後諦めたくない、諦めたくないと言われましても、全然そのテンション上げて大きくなっただけじゃん、声が。全然ちょっとなんか動きとかつけたらいいんじゃない。なんか例えばスキップするとか、一回一人で練習してくれ。ちょっとモッツァレラ積み重ねて、テンション上がるときスキップして上げてきゃいい。あ、わかりました。これでやってみて。いきます。うん、いきます。うん、モッツァレラチーズ。しゃがんだ、しゃがんだモッツァレラチーズ。しゃがんだモッツァレラチーズ。すごいな。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズ。モッツァレラのチーム。チーム。モッツァレラのチーム。モッツァレラチーズ。スキップ行こう。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーム。モッツァレラチーム。すごいチーム。モッツァレラチーム。モッツァレラチーム。モチモチのチーム。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズ。モンチーはチーム。モンチーはチーム。誰だモンチー。モッチーとしたビーム。モッチーとしたビーム。モッツァレラチーズ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 。モッツァモラのビーム。なんつってんの。モッツァレラチーズ。膝蹴り、膝蹴りのビーム。膝蹴りとチーズ、膝蹴りとチーズ合わないですよ。ちょっと集合モッツァレラ、なんでモッツァレラで全然ちょっとダメ。なんでやりきったかもしれない。モッツァルトに勝ちたい。モッツァルト知らないよこのゲーム。明るく勝ちたいって意味ですね。明るく勝ちたいって意味はモーツァルトに勝ちたいとは一緒じゃないぞ全然。ちょっとダメって分かんない。あの、もうそもそもモッツァレラチーズって言えてなきゃ意味ないじゃん。モッツァルトル…あ、じゃあまた出てきた音楽が。じゃあ次の食べ物に変えたらいいじゃん。一旦モッツァレラチーズで助走踏んでテンション上げるとき好きな食べ物にしたら、それなら自然とテンション上がれたら。それたちが出ください。なんつったら大丈夫って意味です。もっと長かったから行きます。しゃがむ必要あるんだな。これはお願いします。これはしゃがむ必要あるんだ。モッツァレラチーズ、はいはい、モッツァレラのチーム、なんつった、モッツァレラチーズ、モッツァレラじゃない、モッツァレラチョブチーム、モッツァレラチーズ、もちもちなビーム、もちもちなビーム、モッツァレラチーズ、好きな食べ物行こう。おにぎりとビーム、おにぎりとビーム、焼肉のビーム、焼肉のビーム、焼き鳥、焼き鳥、そう、お米、一回好きな食べ物テンション上げてこう。怖いよ、怖いよ、怖いよ、食べ物言うてどこ行ったじゃん。ナイスアンズライス、ライス、アンドライス、白米インザライスです。白米インザライフ、かっこいいこと。お米、おふぅー、おどした、でん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 で